福岡市中央区のクリニック。こちらがマイナ保険証のカード読み取り機なんですが、設置が義務化されて設置をしましたけれども、今うちではこれは全く使えていない状況です。そこにはこんな理由がありました。こんにちは。患者の自宅や施設などを訪問し診療する在宅医療を専門にしているクリニックなのです。マイナンバーカードの読み取り機っていうのが必要になるんですけど、あれは備え付けのもののタイプしか出てなくて、ポータブルのものではないので、ここではやっぱり使えず従来の保険証のみ。在宅医療を受ける人のマイナ保険証の利用は想定外だったのでしょうか。厚生労働省に尋ねると、去年8月の社会保障審議会でモバイル端末を用いた仕組み案は示しました。その後、具体的な導入スケジュールなどは審議されていません。マイナ保険証への完全移行は来年10月、対応が急がれます。医師の中堀さんが訪ねたのは、4年前から在宅医療を利用している御年100歳の節代さん。2週間に1度の問診の日です。染井さん、調子はいかがですか？まあまあね。でも声はしっかり出ますね。声の大きさ、夜中もこの調子です。節代さんは長女と次女の3人で暮らしています。中堀さんの手をぎゅっと握りしめる節代さん。ずっと握ってます。握ってます。安心感があるんだ。訪問看護で中堀先生に出会えて本当、すぐ対応してもらえるから助かってますし。在宅医療は病院と何が違うのでしょうか。自宅を選ぶ理由とは。ちょっと緊張しますね。御年100歳の節代さん、在宅医療を利用して4年になります。軽く深呼吸してください。そもそも在宅医療とは病院ではなく自宅や施設などで行う医療ですが、一体どういった人が利用でき、どんな医療なのでしょうか。その在宅医療っていう意味がちょっとよくわかんないですね。意外と知られていない在宅医療への理解を深めてもらおうと、医師の中堀さんは地域で講演会を開いています。在宅医療の対象は自力での通院が困難な人。一人で病院に来られない状況であれば、年齢や病気、障害の種類に関係なく医療保険が適用されます。とはいえこんな不安も。在宅で、できることのやっぱり範囲は狭まってくるのかな。気になるのは病院との違いです。今はかなり機械が進んできたので、病院と同じような治療をほぼできることが可能になりました。例えば CT の検査とか MRI の検査とか、これは病院でしかできないんですが、それ以外のことはもうほぼ家でもできる時代になったので、必ずしも入院をしないといけないというわけではなくなってきています。こちらの男性は今年8月、98歳の母親を在宅医療で看取りました。コロナ禍で病院にいても面会もできないし、病院としては何もしてあげることができない、まあ言ってみればもうこのまま死を待つような状況だったんで、それだったらやはり家族が見守りながら行かせてあげたいというのが一番ですね。男性の母親は余命わずかと宣告されたにもかかわらず、退院後老人ホームで元気に2年半を過ごしました。写真がね、本当にたくさんあって、いつも明るい雰囲気で、私たちも本当に行くと心が温かくなるっていうケアをさせていただけて、
もう皆さん方びっくりされてますけどですね。でもまあ本人がどこまで思ってるか分かんないけど、楽しい時間だったと思います。国は今後の医療の在り方として、時々入院、ほぼ在宅をキーワードに制度設計を進めていて、入院病床を減らしていく方針です。中堀さんはこれからの診療は外来と在宅の住み分けが重要になると指摘します。必ずしも入院を必要としない患者さんは在宅の方で過ごしていただいて、入院を必要とする患者さんはしっかり入院をするという形が一番医療経済的にも求められていると思います。100歳の節代さんは長女次女との3人暮らし、これからも在宅での生活を希望しています。お休みの日とかでも24時間対応していただけるのがもう私たちにはもうすごく助かってます。心強いっていうか、先生のこと好きですかってよ。はい